稼ぎという。さあ、今夜、福岡でもライブやってますが、この間福岡で、お笑いのステージに立ったら、外国人としてお笑いをやりだすと必ず言われることがあるんですよ。それはあの BJ さんのジョークでも出てきたんですが、それは Why Japanese People ということなんですね。皆さん厚切りジェイソンのことご存知ですかね。厚切りジェイソンご存知でした。そうです。もう今はもうめっちゃ流行ってるでしょ。で、自分がどうしても外国人としてお笑いをやりますって言ったら比較されるわけです。それはある程度当たり前でも、スタイルが全然違うし、今のはまあ一人漫談っていう感じで、キレ芸人でもないし、厚切りジェイソンと違うでしょ、ちょっとでも比較されるんですよ。もうどこ行ってもどんなネタ披露しても Why Japanese people? って人が言ってくる。自分のあの Facebook のコメント欄も Why Japanese people? っていう場合でもううんざりなんですよ。本音を言うと、うんざりです。しかも、彼には本職があるでしょ。そう、何やってるか分かりますか。そう、はい、IT 企業の役員をやってる。もう相当儲かってるわけなんですよ。私は人の500円も盗まないと生活ができないんですよ。全然違うやん。なのに掛け持ちでIT 企業役員をしながらタレントを目指して、もうムカつく。そして本当の話なんですが、何回かあのオーディションで厚切りジェイソンに負けたこともあるんですよ。お願いランキングのオーディションで。でもあの私のマネージャーさんが、それは逆にいいことと思って、あの営業行くたびにアピールとして、ボビはもう厚切りジェイソンと戦ってるんだって、同じレベルにいるんだってアピールしたいんです。それはそれでいいんですけど、マネージャーさんが厚切りジェイソンという名前を覚えきれず、何回か厚切りジョンソンと言って、しかも英語でジョンソンと言ったら俗語的な意味で、チンコって言うんですよ。厚切りチンコって言ってるんですよ。バカにしすぎるでしょ。厚切りジョンソンだけじゃなく、何回か厚刈りジェイソンと言って、そういう逆に厚刈りジェイソンのステージ見てみたいなと思う。どうも厚刈りジェイソンです。日本語が難しい、てか厚くない。漢字が難しい、いや汗かくね。それぐらいな感じで、まあ、面白いなと思います。でも比較されることが多く、面白いとは思うんですけど、ジョークがワンパターンで、ちょっとなんか詳しく見てみると、なんか納得いかないポイントがあるから、今夜限定、自分が逆ギレボビーとして彼の分析を、もうそのためですよ。ずっと気になってたでしょ、なんでその私がそこに入ってあるとかって。このためなんだよ。これで厚切りジェイソンに言ってやろうと。どうも逆ギレボビーです。厚切りジェイソンが流行りだして4ヶ月ぐらいです。彼はWhy Japanese people? と切れて、切れ芸人として今大受け中ですね。めっちゃ流行ってます。でも彼のネタを分析してみると、どうも違うような気がします。例えばこのネタよくしますね、彼が。わかりますか。1、2、3、4、5、彼がこれ1本があるから1つですね、わかりやすい。2本があるから2を意味するから非常にわかりやすい。で、3本があって3つを表すから、パターンが分かってきたと思いきや、いきなり読んで Why Japanese people? 切れるでしょ。そこで切れるでしょ。わあ、やつぎりジェイソン、日本語の文句を言う前に自分の国の数字を見とけ。この2のどこが2ですか。この3のどこが3つ表しているのか、どっちがわけわからんのか。彼はですね、漢字が難しいと Why Japanese people? で切れますね。Why 厚切りジェイソン、漢字を勉強するのであれば、まずこの字からでしょう。漢民族の漢だよ。中国
で、アイスが感じられます。漢字が難しすぎでしょう。ならば、よりシンプルな言葉を教えてやる。これです！ IT なんだよ！これで満足しなさいよ！会長にだけで飯食ってる人の枠を全部取るだよ！わー、やつ気にいないぞ！疲れてきた。さあ、これ彼の最後のパフォーマンスとしてなんですが、画数の多いものバラとかユースとかダーッと書きながら叫ぶでしょう。ムカついてるよ。それで画数の多いものがダメなわけなんですか。わーや、次にジェイソン、画数の多いものでも魅力的に美しいものがたくさんあるんだよ。あー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 、ありがとうございます。 Thank you very much.